最後の曲は、毎年アレンジを頼んでいる前田恵美さんという方に書いてもらいました、自分がベートーベンにハマっていますので大工をやりたいと年末にうんざりするほど聴く。それ言い方が悪い。年末で大工祭りが起こるなど日本の素晴らしい文化で大工に参加したいけどサックスはもうかすりもしない関わりもないということで、まあ、じゃあ透明でやってしまおうと思いまして、それで全部やると1時間20分ぐらいあるんで、そうするとこのコンサートはね4時間半とか時間の都合上17分に短縮させていただきまして、17分で大工の聴きどころを全部詰めてもらいました。今こうしてベートーベンが世界で初めて一般の人が音楽を聴けるようにしたので、したんですよね。それまでは貴族しか聴けなかった、お金持ちしか聴けなかった、俺は音楽聴けなかったと申し訳ないから貧乏だった、すいません。それでもうベートーベンのおかげで今のこのコンサートがあるなと思ってすごく尊敬をしておりまして、でさらにこの大工を書いた時はもう耳が全然聞こえない、全然聞こえなかったんだよね、ですよね。本当に聞こえなかった。でもサングラスを当時してたかもしれない。髪もすごい伸ばして。髪も伸ばしてつえついて。ついつい。ね。それでゴーストライターなんかで。っていう噂さんも昔のベートーベン。昔のベートーベンで。現代のじゃない。昔のベートーベン。どうだったんだろうかってちょっと思うんですけど、ちょっと不謹慎なんだよね。というわけで、すごいシリアスな感じなんですけど、まあ、1時間20分も聞かなくて17分でいいとこまとめるんで、すごいラッキーなんかすごいいいとこ取りなんで、すごく素晴らしいです。作曲ベートーベン、大工ゴーストライター前田恵美さん。あ、失礼しました。編曲、いい楽器違う違うゴーストライター、違う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 、なんだろう、まあ、なんだろうアレンジですアレンジ前田恵美さんでは、大工お楽しみください。
Thank you.
今第6回ですね、この先7回8回とこの、メンバーで数をこなしてやっていきたいと思うので、ぜひとも今後とも応援よろしくお願いいたします。 ありがとうございます。それでは、皆様、もう一曲ぐらいご期待していると思いますので、ではアンコールといたしまして、動物の謝肉祭、サンサンス作曲の動物の謝肉祭のフィナーレをお届けいたします。本日は本当にありがとうございました。 Thank you.